ね、わかりますでしょ。この子の体にしたらでかいっすよね。ありますよね。からあとさ、この子去年の10月にレントゲン撮ったじゃないですか、はい、最初めちゃ大きかったですよね、心臓肝臓が、はい、でちっちゃくなってるよって、正常になって、はい、でまた大きくなってる。なんででしょう。うん、だからそういうのもあるもんだから、血液循環悪いからっていうのもあるし、卵なんかできなきゃよかったのにね、この子ね、できちゃったのはしょうがないんだけど、だいたい1個目ではつまらないんですよ、普通の子は。そうなんだ。卵つまるのはさ、3つ4つ5つ6つ産んでくると、だんだん卵の体が柔らかくなって大きくなって詰まっちゃう、うん、でも1個目になるってことは、やっぱこの子の自体の問題があるんでしょうね、おそらく。そうだからだいぶ大きくなってるかなと思いました。危ないです。